今日はですね、一応ゴルフ部決起会ということで、男子ゴルフ部、女子ゴルフ部で100切りチャレンジャーっていう一応3つのブロックになってまして、まあ今日はあの決起会ということで、まあみんなで、これから切磋琢磨してゴルフ上達目指そうっていう、まあ顔なんとなくこんな人いるんだなっていうところで、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お名前教えてください。メグです。ゴルフ歴は4年になります。4年。ベストはいくつですか？ベスト7球です。7球。これからの目標は？これからの目標はドライバー200ヤード飛ばしたいなと思ってます。うん、あの女子部のメンバーはやっぱ飛ばし屋何人かいるんで、はい、やっぱそこも参考になってくると思いますが、はい、まあ、フルトレーニングをするということですね。はい、頑張ります。はい、じゃあちょっと1球お願いします。はいはい、失敗しました。あのやっぱり典型的なアウトサイドインで飛ばないっていうね傾向ですから、まあ、まずは大きく振るのをちょっと我慢して小さいスイングでのスイング矯正、インサイドからクラブ下ろせるように打てるようにっていう練習になるんで、あの動画でも紹介してる右脇にねタオル挟んだり、まあ、今日練習の中でいうと右足寄りに置いたボールを内側インサイドから打つっていう練習、これをちょっと多めに頑張りましょう。はい、なおです。なおさん、はいはい、ゴルフ歴は2年半になります。2年半。はい、ゴルフのベストスコアは79です。79、はい、すごい。これからも今日は、まず競技ゴルフにちょっと挑戦しようかなと思っていて、はい、パワープレーをちょっと目指して頑張っていきたいと思います。パワープレー目指して、はい、もう少しそのパワープレーするためには何が必要ですか？パワープレーするためにやっぱ2オンの精度を上げるために、うん、ミドルアイアンの精度を上げていく必要があるかなと思ってます。はい、ドライバーね飛ぶということですもんね。はい、じゃあちょっとドライバー見せていただいていいですか？はい、わかりました。お願いします。はい、ほーよいしょ。まあ今ここで言うとキャリーで200ヤードくらいっていう感じで、荒削りなねすごく打ち方ですよね。まあこう言い方を悪くするとね、ちょっと見た目の今立ってる雰囲気的には、え本当に大丈夫っていう、まあ立ち方ではあるんですけど、まああれで200ヤードなんで、まあ230から50くらいがねバチバチ打てますみたいな、女子プロ顔負けなスイングを目指していただければと思いますんで、ありがとうございます。しおりです。しおりさん、はい、はい、ゴルフ歴は？ゴルフ歴4年ぐらいです。4年。ベストスコアはレディースティーから73で、73、白ティーから82です。めちゃくちゃうまいですね。いやいやいや、これからの目標は、まず白ティーから70台を出したいのと、うん、あと競技でなんだろう強いゴルフをしていきたいと思っています。はい、よいしょ。うん、いいこう軌道で打ってる印象ですね。まあ、ちょっと緊張からかバランス崩したのかなっていう感じはありますけど、まあ、ゴルフのその安定という意味ではこうアドレスの精度を上げること、ここはちょっと目に見えづらい部分ですけど、もうちょっと力が入るといいかなっていう、その下半身とか足の中とかね、その目に見えない部分の張り感っていうのが、まあ、ちょっと足りないと今みたいなバランス崩し方になるんで、まあ、より安定したスイングとしては張りのあるアドレス、まあ、あのスイングはドライバーめちゃくちゃ良かったと思いますんで、はい、頑張っていきましょう。はい、では男子ゴルフ部の一人目です。自己紹介お願いします。はい、木村と申します。キム兄ですね。はい、はい、ゴルフ歴は？ゴルフ歴は3年とちょっとです。3年ちょっと、はい、ベストはいくつですか？ベストは74です。うまい。これからの目標は安定して70台出せるようにしてミッドアーマー競技に出たいと思います。ミッドアーマー目指すということで、さあではドライバー1球お願いします。はい、よいしょ、ナイスドロー。250、60くらいいってる感じですね。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。これから楽しみですね。はい、名前はナベです。ナベさん、よろしくお願いします。お願いします。ゴルフ歴は？ゴルフ歴は2年ちょっとです。年ちょっと。ベストはいくつですか？97です。97、はい、はい、目標はこのゴルフ部で？目標は年内で90切りをしたいのと、はい、まあ、およい80台前半ぐらいは出したいなと思ってます。いいスコアを出したいということで、はい、はい、じゃあドライバーショットお願いします。はい、OK。なんとなく素振りで見える課題はちょっとバックスイング浅いっていう肩の入りが、それでこうインパクトで肩の開きが大きくなって、まあ、右プッシュ今出たんですけど、まあ、バックスイングしっかりこうねじれを、まあ、肩のねじれをしっかり持ってっていうところが
ちょっと課題かなという今パッと見のイメージは、はい、うん、またこれからちょっと練習頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、自己紹介お願いします。はい、兄です。兄ご存知の方もいると思いますけど、あの菅大地のお兄さんです。はい、あの北海道ラウンドで時々登場したりするんですけど、そうですね、血迷ったのかティーチングプロを目指したいということで、せっかくやるなら本気ですか、それは大丈夫ですか。はい、兄弟2人でティーチングプロやろうということなんですけど、そうですね、はい、ゴルフ歴はもう一回ちょっと改めて、ゴルフ歴10年、10年やってるけど練習はもう1回ぐらいしかしたことないっていう、はい、そこ課題でした。ベストはいくつですか。ベスト88、88、はい、まあ、ティーチングプロになるためには70代割とコンスタントに出せるレベルまでいかなきゃいけないんで、うん、まあ、ケイタ君は今まで練習してこなかったってことなんで、はい、練習をコンスタントにまずしようっていう、はい、はい、そこは私らからの課題として出させていただきます。じゃあちょっとショットの方お願いします。かしこまりました。ありがとうございます。まあ、ヘッドスピードはね菅原家ナンバーワンと言われてますけど、まあ、そこはこれからの練習で、あの振るだけじゃないよってことは覚えておかなきゃいけないんで、まあ、コントロールショットやっていきましょうということですね。はい、お願いします。はい、名前はユウと言います。ユウさん、はい、ゴルフ歴は。ゴルフ歴は、8年目ですね。8年目、はい、ベストはいくつですか。ベストが、73になります。はい、これからゴルフ部での目標を教えてください。パープレー、パープレーで、まあ、アンダーも出したいなっていうのと、はい、競技で入賞したいなっていうのがありますね。競技で優勝、はい、具体的な目標はあるんですか、この競技の。具体的な目標でいうと月例で、月例、はい、クラブの、ね、クラブの月例だったりとか、まあ、ゆくゆくはミッドアマとかも出てみたいなっていう形ですね。 OK、はい、です。頑張りましょう、はい、じゃあドライバー1球お願いします。はい、うわー、触れてますね。ナイスショ、300ヤード級ですね。ちょっとアドレスはなんか硬さを感じる部分はやっぱりあって、ちょっとボールとの距離もやっぱヘッドとのボールの位置遠いんでちょっとおっかない感じはあるんですけど、まあ、あのショットは良かったんですけどね。スタンダードな構えも少し練習しながら、まあ、自分のその個性の部分とうまく融合してバランスを取っていくっていう、頑張っていきましょう。おはようございます。はい、名前はヤスと申します。ヤスさん、よろしくお願いします。ゴルフ歴は。ゴルフ歴は今3年と2ヶ月になります。はい、ベストはいくつですか。ベストが、76です。76、はい、目標は、まあ、なるべく70台を何回か、ポンポンと出していきたいなと思ってます、はい、で、ゆくゆくはあの、競技ゴルフとかでも、はい、いい成績を残せたらなと思います。 OK です。では一発お願いします。はい、よいしょ。ボールとしては綺麗な球なんですけど、まあ、パワーとしてはちょっといまいち伝わりきってない、やっぱこうカットというか、でこれはねシャフトのしなりがやっぱうまく使えてなくて、クラブ自体がボールをあまり後押ししてる感じがないので、これはやっぱしならせるっていうのがちょっとヤスさんの課題かなっていう、まあ、練習メニューの中に柔らかいシャフトを用いた練習とかっていうのは効果的なんで、やっぱりしなりを感じる、クラブのトルクを感じてそこを利用しないともうちょっとドライバー捕まってこないかなっていう感じなんで、そのしならない動かし方に今現状はなっちゃってるんで、まあ、そこちょっとこれから掘り下げてやっていきましょう、はい、ではお名前お願いします。はい、お願いします。おじいです。おじいさん、ゴルフ歴2年9ヶ月です。2年9ヶ月、はい、ベストはいくつですか。ベスト89です。89、はい、85を切ること、はい、その先は競技に出る。その先でいいんですか。いや、もうそこで出ましょう。そうですよ、はい、出ます。すぐ出た方がいいです、今すぐに。はい、はあ、ありがとうございます。そのくらいの気持ちで、はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、じゃあ1球お願いします。はい、 OK。 少し薄い当たりでしたが、まあ、あのちょっと伸び上がりがあったんで、そこはあの他のクラブでも言えるような同じような課題になるかなと思うんで、ウッドが打てるっていうのはいい軌道である証拠なんですけどね。ちょっと体の伸び上がりっていうのを抑えるようなドリル、練習メニューをちょっとやっていきましょう。これは、はい、ありがとうございます。 OK です。はい、ガチャです。よろしくお願いします。お願いします。ガチャマンじゃなくていいですか。そうですね、どっちかというと緑色のガチャの方です。ガチャ。ゴルフ歴は、3年です。3年、はい、ベストはいくつですか。ベストは83です。83、はい、目標は、まあ、初力まだ70代に入れていないんですけども、やっぱり、まあ、安定的に70代に入っていきたいっていうのがありまして、まあ、その先にやっぱり競技、まあ、ゴルフ部の皆さん何人か言うんですけど、はい、その先に競技っていうのは僕は全然逆だと思ってるんで、はい、競技出て得るものがたくさんあるんで、
そこで70代への道を加速して安定するんで、はいはい、まあ、僕はそっちの方が上手くなるとは思ってますので、わかりました、うん、タイミングあれば行った方がいいと思います、はい、頑張っていきます、はい、ということで1球お願いします、はい、よいしょ、いい球打ちますね、スリクソンのマッスルバックで、いやこれはでもアイアンはね非常にいい精度なんで、まあ僕も人のこと言えないですけど、ちょっと打ち込みが弱い感じなんで、もうちょっとダウンブローに入ってくるとねいいのかなっていう感じがしたんで、ではお名前お願いします。はい、もちと申します。もちさん、はい、はい、ゴルフ歴は、ゴルフ歴2年4ヶ月です。2年4ヶ月、はい、ベスト今80です。80、はい、はい、目標の方教えてください。まず今年中に70代出します。あと来年クラちゃん取ります。クラちゃん取る、はい、お、いいですね。そのくらいやっぱり決めた方がいいですよね、はい、言い切ってちょっと高いですけど、はい、はい、頑張りたいと思います。お願いします、はい、じゃあちょっと勢いお願いします。はい、お願いします。うん、惜しい、ちょっと開いた。まあでもいい雰囲気のスイングショットだと思いますんで、普段フェードスライスフックドローどれですか、安いの、はい、スライス安い。まあ今日の練習でいうとちょっと右足寄り置いて捕まえるっていう練習がね、こうメインになってくるのかなっていう感じなんで、まあこうシャフトのしなりとか軌道とかっていうのをよくして、ドローをちょっと打っていけるっていう課題ですね。はい、ありがとうございます。はい、OK です。はい、阿部ちゃんです。阿部ちゃん、はい、ゴルフ歴は、ゴルフ歴は、中学からなので17年。ジュニアからやってますということで、はい、ベストは、ベストは69。69、それはいつ出たんですか。はい、2年ぐらい前、あ、割とでも最近ですね。そうですね、はい、これからの目標を教えてください、はい、まずあの神奈川県の、うん、神奈川県山の方で、県山ね、県山で、はいはい、あの優勝を目指して頑張っていきたいと思います、はい、まあ、あの阿部ちゃんはこう面接の時もちょっと言ってましたけど、メンタルが課題ということで、はい、まあ、こう競技での、ね、強さっていうのはそこは非常に大事なポイントなんで、まあ、ここは経験を積んで、まあ、こういうゴルフ部の中で、ね、こうみんなでこう磨き合っていく、固め合っていく部分かなと思うんで、はい、頑張っていきましょう、はい、じゃあ1球お願いします。はい、お願いします。オッケー。阿部ちゃんのスイング一言で言うとちょっと個性的な雰囲気ありますよね。素振りがちょっとなんか勇ましすぎるんで、なんかそのメンタルが、あの自分で課題ですって言ったのはそういうところもあると思う。集中力の入れ方、スイッチの入れ方、やっぱ自分のこうメンタルの、まあ、こう保ち方というのはこう素振りとかラウンドの中でも大事な一つのこうコントロールになってくるのかなと思うんで、まあ、スイングはこう個性的ですけど、まあ、こうスコア出せてるんだったらその中でこう見えてくる課題微妙に修正しながらという感じなのかなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、サトシです。サトシさん、はい、ゴルフ歴は15年です。15年、はい、はい、ベストはいくつですか。パープレーです。パープレー、はい、これからの目標を教えてください。はい、ありがとうございます。まずはアンダー60台を出したいというのと、はい、あとまあ3年後ぐらいに、まあ、競技に挑戦しつつ3年後ぐらいにレッスンプロの資格を取りたいなというふうに思います。はい、まあ、競技からのレッスンプロということで、はい、仕事にしたいというところもありますね。そうですね、はい。よいしょ。いや、すごくやっぱ雰囲気のあるショットなんで、まあ、逆にパープレー以下で出てない部分はどんなところなのかなっていうのが、まあ、これからちょっともう少しね練習見たりラウンド見たりしてアドバイスできればなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお名前お願いします。はい、黒です。よろしくお願いします。黒さん、お願いします。ゴルフ歴は、ゴルフ歴は2年半ぐらいです。2年半、はい、ベストスコアは84です。14、はい、このゴルフ部での目標を教えてください。ちょっと最近はなかなか80台も出せないんですけど、ちょっと80切りを必ず達成させたいなと思っているので、はい、いつまでですか。今年中で。今年中、はい、なんとか達成させます、はいはい。まあ、それに見合った練習量と、ね、はい、練習の質を上げていこうということで、はい、では1球お願いします。はい、しょ、コンパクトでいいスイングですね。間が早くなりそうな雰囲気もあって、まあ、いわゆる手打ちがね入れそうな雰囲気なんで、もうちょっと足とか捻転、そこであのリズムタイミングを取れるように、安定したバランスで振れるようにっていうのが課題かなと思うんで、まあ、素振りしてこう足を動かして体重移動とかそういったところを掴んでいくと安定してくるのかなっていう感じです。これからちょっと掘り下げていきましょう。ありがとうございます。 OK です。では自己紹介お願いします。はい、クワユーです。クワユーさん、はい、ゴルフ歴は
ゴルフ歴は7年ぐらいです。7年、はい、はい、ベストはいくつですか？ベスト72です。72パワープレイだったんですか？はい、これからのゴルフ部での目標を教えてください。はい、まずはアンダーで回っていずれかは競技に出たいなと思ってます。これいずれかっていうのはいつなんですか？ちなみにちょっとそれこそアンダーで回れたらこれね、何人も言ってるんですけど、はい、さっきも動画で言ったやつなんですけど、はい、競技出てから上手くなるんですよ。競技でしか分からないこう自分とのゴルフの向き合い方っていうのはあるんで、はい、僕なんてゴルフ始めて1年以内で出て、はい、それこそまあ80、90とかね100近く打ってますけど、はい、そこでいろいろ得るものはあるんで、はい、だからレベル関係なく出ていいんですよ。100打つ人だって出ていいんですよ、競技って。ゴルフの本質をやっぱり深めていく部分だからね、自分と向き合うっていう、はい、こう自分のやっぱり弱点、得意な部分がよくよりこう炙り出されるんで、はい、だそこはやっぱ競技は、まあ、皆さん言うんですけど、はい、出るつもりがあるなら待つ必要はないっていう、はい、今すぐ何かあってタイミング合うならやっぱりすぐ出た方がいいっていう、はい、うん、早く出ておけばよかったなって絶対になるんだよそれは、うん、それは皆さんにしてるアドバイスですね、はい、うん、よいしょ。クワユはああいうハイフェードが得意なんですか？持ち球ハイフェード、はい、いやめっちゃかっこいいショットですけど、でも捕まったショットも打てます。まあその持ち球とそうじゃない球を打ち分けられるのがいいかなっていう。ただあのショットだとちょっとまあ距離のロスが強いカットなんで、まあそこはこう飛距離をロスしないカットになってくると、よりまあ縦距離のコントロール、当たりのミスっていうのは減ってくるのかなと思うんで、まあアウトサイドに度合い強すぎるのもやっぱり良くないので、まあそこをバランス見ながら、うん、コースで実際回った時のまあミスの傾向を見て、ちょっとこれから練習方法とかさらにちょっと掘り下げていきましょう。ありがとうございます。